こんばんは。今日は昼間ちょっと歩くと暑いぐらいのいい天気でした。先ほど32分ぐらいにあの山の稜線に向こう側へ太陽が沈んでいったとこです。今日は、昼からちょっと遅い時間でしたけど、じいちゃん来てます。今もまだ来るのが遅かったんでね、ちょっと頑張ってまだ草刈りの最中です。あ、ここイノシシが崩してますね、これ。イノシシです。まあ、草刈りも多分今シーズン最後だと思うんですけどね。やっとかんと次に高温切れた時に絡みつくし、また種が落ちてどんどんまた増えちゃいますからね。そこですか。まあ、あの、それを言うなら、あ、ごめんなさい、草刈りやない、もう耕してますわ。多分ね、玉ねぎを植えるとこ作ってるんだと思います。草刈り機やなしに、あの、耕運機の音でした。小さいホンダ製の耕運機の中で一番小さいプチな耕運かなんかっていうね、車輪のついてない耕す部分だけがくるくる回ってバランス取るやつです。元気なかった鶏さん、あの、相変わらず似たような感じで、まあ、あの、さっきもちょっとソーセージ、あげたんですけども、食べてますし喜んで、あの、走って追いかけますけど、ちょっと普段よりかはなんか元気がない感じがしますね。いぶきもね、右手が相変わらず舐めてしまうんで、ちょっとまたジクジクしてますけど、まあ相変わらず元気なんでよしとしてます。特にこの辺は、あの、草刈りした後切り株が出てるんで避けたいんですよね。でそこでまた柔らかいところついちゃったりすると怪我になっちゃいますよね。今日も雲があんまりないんで、空がだんだんなってきました。その下の部分にちょっと白っぽく映ってるのはね、下の方でどっか煙燃やしてるんですけど、上空からずに横へたなびいてます。
逆転走でも出てるんですかね。まだ一番星は出てません。冬野菜、今植えてあるのは、ブロッコリーかなんか植わってんのとキャベツと何だろう、パセリも植わってますし、なんかねサニーレタスみたいなのも植わってます。それと春菊、お正月用の春菊ちょっと植えてありますよね。これはもうあとしばらくして雪降ったりするとね、下の切り株の部分も腐ってくるんで柔らかくなるんで、また安全になるんですけど、今がね多分一番痛い時期です。刈り取った草がまだちょっと伸びてきてね、上長くなってるんで余計に足に痛いんですよね。まあ私らここは本当一歩歩いたら足が痛くって折れないですよね。ハクのねお気に入りの場所です。ちょっと落ち込んでるからなんかよくここでゴロゴロしますね。おっちゃんはちょっとじいちゃんの動向が気になってます。今日は午前中から昼過ぎまでちょっとお客さん来てて、オートバイのお客さんなんですけどね、バタバタしてまして、お昼ちょっと何もできず外へも出れずだったんで、ちょっと早めに夕方お客さんがお帰りになってから早めにここへ来て山へ入ったりして遊んでました。ちょうどそしたら2月にオリエンテーリングの大会がこの辺りであるらしくて、この遠くに見えてる低い方の山ね、一番遠くじゃない、手前の方の山、あそことか、このずっとこの右側、この辺りとか、この山、ずっとこっち側ね、この辺り見えて、全部会場になるらしくて、今日は大阪大学の主催の方が来て地図も下調べしてはったんで、お声掛けして聞いたら、学生さんだったんですけどね、2月の23日やったかな、大会がありますっていうことで下調べに来てはりました。でね、下調べに来られたんで、この辺り罠がありますよっていうお話をして、くくり罠ありますよっていうことで、ただまあ漁期は一応終わってますけども、回収遅れる場合もありますし、有害獣駆除でそのまま罠残す場合もありますんでね、一応気に注意してくださいねっていう話をしたら、ちょっと場所って教えてもらえますっていうことで、一緒に山上がって罠見てきました。そしたら一つの罠、何かが通ったんかなんかで、罠外れてました。イノシシやシカはかかってなかったんですけども、罠が外れて引っ張られた状態になってました。何かが通って踏んだけどもかからなかったんですね。イノシシの罠っていうのはもうこれは漁師さんなんで販売目的ですね。イノシシは冬場高く売れるんで、近くにそういう肉を扱ってる店もここらありますんでね、
あとそれとか笹山とか行くと旅館とかそういうお店もありますから、そこに卸してますね皆さん。ここのここから車で5分ほどのところにももともと肉屋さんやったスーパーがあるんですけど、そこなんか行くとシーズンは獅子肉美味しいの置いてます。地元で採れた獅子肉ですよね。ダイヤスというところなんですけど、昔はお肉屋さんでした。そこが今はまあスーパーみたいになってます。まあお正月用というわけではないですけどね。ボタン鍋ですね。イノシシは今監禁されしてくれるっていうのは有害獣駆除の枠で、申請してお金もらえますよね。まあ、冬場も駆除枠っていうのはあったら、残ってたら駆除枠でお金もらえます。尻尾持って行ったり牙持って行ったり、地域によっていろいろですよね。いや本当地雷みたいですよ。私も前かかりましたけど、歩いて何も気にせずにやってたらジャーンと引っ張られて、あれと思ったら足ワイヤーで引っ張られてました。あとこれ気持ちいいんでしょうね、下冷たくて。今日ちょっと暑かったんでね、さっきも昼ご家族3人でオートバイで来られてたんですけども、3人でオートバイって2台なんですけどね、来られてたんですけど、娘さんタンデムで来られて一緒にみんなで散歩行きましたけど、ハクは川の中入ってました。昔は漁師さんでね、鉄砲が主で犬を連れて鉄砲撃ちしてる方多かったですよね。見た目本当わからないですよ。私も踏みましたし、ハクもかかったことありますからね。ハクほんまに寝よる。気持ちええな、ハク。うん？よいしょ。気持ちええの。川来てる、川。川来てるよ。ほら、川止まってる。今日はぬくいから川もいてますね。いっぱい飛んでるわ。な、気持ちいいな。耳の中もたまには乾かさなあかんな。長いお友達今日いました。今日いましたけど、ハグが見つける前に私が見つけて逃げてしまいました。多分地面気持ちいいんですよ、冷たくてね。私ね、逃がしたな、逃がしたなって言われると、まあそうかもしれないなっていうので、ね、やっぱハグが見つけるとね、時々ちょっかい出す時もあるんでね、今日は今の時期にね、見つけると動き悪いんでね、かわいそうなんですよ。ハグの方が動きがやっぱりいいんでね、あの子らはヘビさんは体温下がってると動きやっぱ鈍いですから、まあ事前にお知らせしておいてあげて。告知は大事です。ハク、行こうか。じいちゃんとこ行こう。ニワトリさん見に行こう。ハク、行くよ。優しいのとはちょっと自分ではなんかね、感覚優しい言われると違うなと思うんですけどね。ああいうもんが好きなんでしょうね。爬虫類とか昆虫全般も好きですし、まあ、そういうもんが好きなんでしょうね。はい、こんばんは。
はい、こんばんは。魚肉ソーセージ、よいしょ。うん、ここにもね、今日はじいちゃん持ってきてましたね。まあ、昔カエルなんかもたくさん殺しましたね。遊びでいろいろ悪いことしました、まあ、その反動で今は小さいもん殺すよりもこう生かして楽しむ方が自分の中で、楽しいですね。罠かけるにどっかの許可がいるんですよね。無許可の罠があると、許可取ってるか取ってないか別として、罠かけてるところはね、一応ルールとして、ここに誰の誰名がかけてますっていうのを札かけるんですよね。で、連絡先、今は携帯電話あるんで、携帯電話の番号書いて、一応そういうルールありますよね。で、以前はハグがかかった罠にはそれがなかったんですよ。なかったんで、許可かどうか分からなかったんで、私は穴外して木にぶら下げといたんですけどね。そしたら、まあ人為的に誰かが外したっていうのが分かるんで、密漁であれば怖くなって多分取っ払うだろうなと思ったら、2日後に行ったらなくなってました。許可取ってね、ちゃんとやってる人は許可の漁をする免許と、あと容器ですよね、その間は自由に罠かけれますから、特に罠かけるっていう届け出はいらなかったと思います。そうなって許可取ってる分であればもう一遍そこへ仕掛け直しするんですけども、まあ回収してはったんで、おそらく許可取らずに漁の免許持ってなかったんじゃないかなと思います。その時はハクは悲鳴上げて、大きな悲鳴上げて足引っ張られたんでね、スプリングで。ブッキー、あかんよ。今見えたかどうか分かりませんけど、両方一斉に行く、2人同時に向かって左向いて、パッと顔が動いたんですよね。左の方でなんか音が聞こえてました。ガサガサっと音が聞こえました。降りといで。私がいなかったらね、逆にそんなとこ行かないんで、くくり罠にかかることはないんですけどね。あ、解剖ね。私は、解剖は船の解剖でしたね。船の解剖は理科の、実験でやりましたね。私はもうやりたくて、本当カエルの、本当はね、それまではね、カエルの解剖で骨格標本を作ってたんですよ。私はそれが欲しかったんですけどね、船の解剖で。カエルの解剖はできませんでした。今日もね、以前ちょっと元気なかったおつるちゃん、今日も元気にたくさん食べてくれました。船もカエルも両方か、すごいな。今日はこれ、お芋さんをちょっとやってます。
今あの LINE のスタンプがなんか来たんですけども、そっちでなんか聞こえるんですか？まあ、見えることはないと思うんですけどね、画面にあのスタンプがどうのこうのって出たんですけども、音聞こえてます？バイブレーションかなんかの、また聞こえるようであればバイブレーションも止めとかんとあかんなと思うんですけどね。一匹ね、ちょっと元気ないです。あ、やっぱ聞こえるんですね。今度バイブ止めときますね。ちょっとね、今スタンプが来たんですよね、 LINE の。一羽元気ないのいてるんですけども、ちょっと前におつるちゃんもね似たような感じになってちょっと弱ってたんですけども、おつるちゃんは2日目3日目ぐらいも元気になったんですけど、今日で元気のないここの子かな、3日目ぐらいだと思うんですけどね。今日本当雲ないですよ、綺麗な空ですよ本当。ずーっとこれ見ても本当雲ないですね。あんまり上向くと私が倒れるかもしれないんでやめときます。おつるちゃん帰ってきました。あ、そっち行ったか、そっち行ったか。明日雨なんですよね、多分ね。5時も時報音楽終わりました。うん、今年ね、亀岡ちゃうっちゅうね、今年あのカメムシあのたくさんいてるんでね、雪が多いのかなと思います。それとあれカマキリの卵もね、高さでよく言うんですよね。上の方に産んでる時は雪が多い、雪に埋もれないように上へ産むとかね、あとね下の方に産んでる時は雪があんまり降らないとかね、そういう言われもあるみたいですね。中国やったかな、台湾やったかな、どっか行ったらカメムシ食べてますよね。タガメも食べますよね、中国行ったらね。ああ、カマキリの卵結構言うとこ多いんでしょうね。実際そうなんでしょうね、多分。ああいう昆虫類はもう子孫が生き延びるかどうかっていうのがかかってますよね。もうできたんかなこれ。なんかつついてみないかな。こうなんかつつく棒ないかな。ドライバーない？ドライバーちょっと取って。サンキュー。よいしょ。大体できてそうやな。
前これがええの？そこにある。ん？これ僕出したんやってこれ。これそこに置いてあったやつをも。よし。どうしようかな。よし。よいしょ。あかんかんかん。熱いよ。ちょっと待って。ちょっと待っとき。また後であげるから。あかんよ。あくまで熱いからあかんよ。な、後であげるから。まだね、お芋さんこれたくさんあるんでね、この下にもあるんで、これ小さいの、それと今日はちょっとお見せしようかな。これね、失敗したと言ってたカキ巣です。これね、潰したんです今日。ちょっといけるかなと思って、まだスケベ根性起こしてこれ使えるかなと思って、ちょっとまだほかさずに一回潰してみたんですけども、どうもいけそうな感じなんでね、今匂い嗅ぐとね、まだあの柿の匂いの方があの多いんですけども、でもまあちょっと発酵して、いい匂いもしてるんで、これちょっとまあこのままこのまま置いといて、また違う器で作ろうかなと思ってます。もう一個鹿肉ね、そう言われるかなと思ってね、鹿肉実は今日は一個、あの一個じゃない、あれも昨日持って帰って、結局また今日持ってきて用意したんですよ、これね、まあ、見ていただこうと思って、ちょっとこんなんです。これはあのはい、ハクは？あ、ハク、また、こらこら。ハク、もう出してきたの？熱いやろ、まだそれ。ほら、熱い、ちょっと待て待て。置いとけ置いとけ。まだ熱いって。あかんって、ハク。もうちょっと置いとき、後であげるから。鹿、鹿あげ、鹿、鹿おいで。ウッキー、ハクおいで、ハクハク、生あげる、生、ハク食い意地の張ってる、はい、はい、これね、なんと鶏さんも食べるんですよ。さっきちょっとね、これやってる時にね、鶏さんにもだいぶ取られました。で逆に取られるんでね、小さく切ってあげたら、あの喜んで食べてました。おい、ほら、いるか？持っていきました。昨日ね、解凍しようと思って出したのは、まあ、これを2つ分ぐらいで、もう1個あるんですけど、鶏さんはまあ基本カエルでも食べますから、それこそあのネズミでもあの捕まえたら食べてしまいますからね、まあ、基本こうやって肉になってたら御の字で食べるんでしょうね、まあ、これは今日はね、解凍してすぐなんで生であげますけども、これは生であげるのは今日だけで、持って帰ったらお湯沸かして、これをで出し取って、でスープを朝ドブフードにかけてあげます。でこの肉をちょっとずつあげます。ああ取られた、取られた、滑るんで取られます。肉持っていかれました。もうちょっと小さく切っておいておいてよかったんですけどね。
君元気なしなさいよ。痛い痛い。ハクが拗ねてますね。はい、はい、これおしまいな、今日は。まあこれはまたね、今日晩に持って帰って明日の朝からスープにします。よいしょ。まあ、まだね、こうやってこれ中はね、骨がね入ってます。あばらも入ってます。心臓も入ってます。まあ、ブッキーもね、普通に分けてあげると、昨日みたいに箱を威嚇したりいうことはあんまないんですけど、昨日は私が置いたままにしてたんで、ブッキーがあれ欲しかったみたいで、ハクが言った近づかさなかったですよね。空気でもう威圧してました。ハク、空気で威圧してましたね。やっぱりハクは普段イブキに対して強いですけども、イブキがやっぱり本当にダメっていうオーラを出すと、ハクも近づけないですね、あんな風に。昨日ハグがここで近づこうと思っても近づけないぐらい武器が威圧してました。あれ、武器は、武器、あ、お水飲んでましたね。お芋さんとかこんなんであればね、あんまりハクがブッキーのものを取ってもブッキーは怒ることはまずないんですけどもね、ああいう肉とか骨類で本当にやっぱり大好きなものとかハクが取るとやっぱ怒る時あるんですよね。食べる？あ、ぶっちゃん真っ赤あげてる。吐く、吐く。食べんの追いつかへん。ハクが食べてる。ん？うん。よいしょ。
いらんの？水は？水飲めへんの？水飲むの？自分で飲みなさい。水あるから。あれ鹿肉食べますよ。さっき鹿肉あれちっちゃく分けてるときに食べました。家持って帰ってね、食べる分は家にも置いてあるんでね、その分はもうちょっと綺麗に切り分けて、うわめっちゃ綺麗になってます。生です、生で食べますよ。めっちゃ綺麗になってます。ちょうど V 字の渓谷の上、高圧鉄塔の4本分ぐらい上に一番星が出ました。今これ肉眼で見てる方がもうちょっと色濃いです。もっと上の方まで濃いです。ほんと今日めっちゃ綺麗です。ずっと横まで色がついてます。私は絶対鹿肉の方が好きですね。イノシシの肉よりも私は鹿肉です。ずっと上の方に来ても色が変わってます。うん、もうそれしといてくれてもいいよ。うん、しといて、向こうから出るから。私は鹿肉はラム肉ほど癖はないと思います。鶏肉は匂いはあると思います。だからボタン鍋するときに味噌で味付けて消すという意味もあると思います。まあ鹿肉もカレーに入れたりするとこの肉って牛や豚と違うっていうの、鶏でもないっていうの分かるんでね、まあ、それだけやっぱり癖はあるんだと思いますけど、私はイノシシよりも鹿の方が癖は少ないと思います。同じ土俵で比べると両方とも加熱して食べるってなったら、加熱するとイノシシの方がボタン鍋として美味しい料理方法があるかもしれません。鹿肉って本当に淡白で脂身がないんで料理が限定されますね。だから私はユッケにして、味付けして食べたりします。獣臭がするかしないかっていうのは本当に人の感覚にもよるんで、私はしないと思うんですけども、するから嫌だっていう人も実際いてるんで、そこはもう食べてみて判断してもらうと本当仕方がないと思いますね。
一つ揉めとる。白もブッキーもあのイノシシの生肉は食べないです。喜ばないです。よっぽどお腹空いてたら食べますけど、あの普通の状態でドッグフードに乗せてイノシシの生肉を与えてしまうと避けます。生肉は喜んで先に食べます。なぜかわからないです。匂いのせいなのか、あの味のせいなのか、何かわからないですけども、そういう事実はあります。だから違うのは確かなんですよね。同じ生でも、それはあくまでも、まあ、私とこのアクとイブキの話ですけどね。あのハクとブッキーにあんまりしたことないと思うんですけども、前のコーラにはあの鹿もらった時に手一本とか足一本とかね、そのまま渡したことあるんですよ。野生の本能をちょっと呼び起こしたいっていうのもあって、そしたらやっぱり喜んで食べて残った分は隠してました。君はそこでの今日はそこにおる、上上がる、あげてあげようか。そうそう、あの本能をちょっとね呼び起こすっていうかね、あの刺激してあげたかったんで、たくさんのものをあの食べきらんようなものをあげたら、まあ保存するのかな、どうなのかなっていうのがあったんでね。穴掘っては埋めませんでしたけどね。自分らがあのよく夏場あの涼みに行ってるところへ持って行って、そこ自分で穴掘ってあるんですけども、そこ持って行ってそこへ隠しました。全然隠したことにならないんですけどね、他の子もみんな一緒に行くんでね。さあ、ブッキーもおいで。ブッキー、あ、電気ついてるわ。電気消してこなか。そんなブロックなんかしないですよ。あ、じいちゃん帰っちゃいました。また後で来なあかんでね。またもっぺん後で来なあきません。昨日晩にあの10時からプレミアム公開っていうのを、やりまして、たくさんの方が見に来ていただいて、たくさんチャットでも参加していただいてありがとうございました。今日はちょっと来客その他、あ、鳥が飛んでいく、2、4、6羽か。今日はちょっとあの来客であの動画長いのが撮れなかったんで、今日はちょっとできませんので、あしからずご了承ください。いや、あの寝るのが仕事な人もいてるんで寝てくださいよ。これはね、ここあのセンサーライトです。
センサーライトでね、下から見てるとね、帰るときに電気ついてることあるんですよ。なんかがいてるんですよね。たくさんの方がね、チャット書いていただけるんですけども、ご質問やらね、いただいて、私答えたいなと思うことがいくつも本当あるんですけども、なんせ私、打つのが遅いんですよ。で、打って、返信書いたらもう、ご質問いただいた内容が上の方に行っちゃって、それは見えないんですよね。そんなもご容赦ください。ブラインドタッチができないんで画面見ながらもできませんしね、情けない話ですけど、左右の手で1本ずつで指2本で打ってます。今日も、たくさんの方見に来ていただいてありがとうございます。これは、ちょっとまだねというか、また右手の隣の指がまだ隙間が悪くなっちゃって、やっぱり気持ち悪いね、噛んだりとかね、舐めたりしてるんですよね。それによってちょっとまた悪化した部分があるみたいで、ちょっと今2箇所悪くなってます。まあ良くなったり悪くなったりしながら、まただんだん良くなると思います。歩いとる。これは、9歳のいぶきで、男の子です。こいつは10歳で女の子で琥珀です。今日はまあそんな来客の関係で長い動画撮れなかったんで、プレミアム公開というのはできないと思いますので、また明日ちょっとまた歩こうと、今日歩けなかった分ね、明日この子らの時間を取って歩いてあげようと思ってますので、その時取れればまた、晩の10時用にプレミアム公開させてもらいたいと思います。ただ本当に犬が歩いて、時々景色が映ってっていう動画、それしか私撮れませんので、そんな内容でよければまた見に来てやってください。特に何も、変わったことも起こらないことが大半だと思います。ゲームしません。まあ、私にとってはこの子らが目の前で生きててくれるのが最高の、癒しであり芸であって、それだけで十分だと思ってます。今ハクが聞いてるのはね、電気柵のパチパチ音聞いてます。ちょっと私今見えてなかったコメントチャットを読ませてもらってます。今はね、バッテリーの予備をつないでないんで、バッテリーないですよってスマホが怒ってました。オーストラリア、ありがとうございます。サンキュー。縦に2つ星並んでるんですけど、見えへんか、映らへんかな、じれったいな、綺麗に見えてるんですけどね。あ、1つ見えてるんですね。
あ、センサーライトがないとこう両方空も映りますね。星空はね多分映らないんですよね。あ、よかった、一番星見えてましたか。上の小さいのも見えましたか。だんだんまあ多分ね見えてくる方向だと思うんですけどね、暗くなってくるんで。いやね、うん、そうですよね。さあぼちぼち、またスマホが電池がないぞって言いそうなんで、怒られそうなんで、残り 12%電池つないでいくの忘れましたんでね。明日はちょっとまた雨の心配もあるんですよね。ちょっとどうなるか分かりませんけど、また可能ならやります。私もこれやるの結構楽しみにしてますんで。かといってあの来客、オートバイの来客があった時にあのそれをあのおろそかにすることもできませんし、うん、あの10時ぐらいっていうのがね、皆さんご都合がいいっていうのがなんとなく分かってきてますので、ちょっと長い目のね動画が撮れればだいたいまた10時ぐらいにお会いできたらなと思います。木金の星様だったと思うんですよね。この間どちらさんかがお話してくれてはったんですけどね。今夜プレミアは多分ないです。多分というかあの長いのが取れてないんでね、短いのしかあの取れてないんで。しかもあの一緒にあの一緒に他の方と散歩に行った分なんで、はい、54分間ありがとうございました。いや、あのやる材料があれば私もね楽しんでやりたいんですけどね、動画がないんでやりようがないです。明日も雨でね散歩できないかもしれませんからね。見えるかな、今センサーライト消えて縦に2つ星がね、 V 型の谷よりもちょっと右にずれました。こんな話してる間に地球は動いてますね。2つ、あ、一日雨だったんですね。今日はこっちは一日晴れでした。ほんと気持ちのいい日でした。はい、それでは、長い時間ありがとうございました。失礼しますプレッシャーね、はい、左が息吹、右が琥珀、左が9歳、右が10歳。山暗くなるの早いです。早く山に沈んじゃうんでね。ブッキー、ブッキー顔見して、はいな、鹿肉食べてんな。ブッキー吐く、はい、目の玉ヘッドライトの琥珀です。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。